広島県広島市中区中島町に位置する平和記念公園。世界中の人々が集い平和を祈るところです。毎年8月6日、世界で最初に原爆が投下されたここ広島で、亡くなった人々の魂を追悼する灯籠流し。その種火は、被爆から1ヶ月後の本通り商店街の商店から持ち帰り、今も大切に保存されています。原爆ドームの対岸から手流し流灯が行われます。種火から灯籠に点火し、淡く浮かぶメッセージ。それぞれの思いを乗せて、灯籠が静かな水面に浮かびます。平和都市広島から世界へ。元安川の穏やかな水面が平和を望むほのかな明かりに包まれます。